の秋田。お願いします。できた。すごい音、音。うまそう。わー、できた。すごい音、音。うまそう。ちょっと興奮しちゃいました。すいません。今日肉がニンニクに覆われて見えないという。見てください、このワーモクの山。では、ニンニクをたっぷり乗せまして、うひょー。それじゃあステーキ引かせていただきます。いただきます。これで土手を作って。なるほどなるほど。はい。すいません。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃいい匂いっすね。これも完全におこげができてるやつでしょう。おこげ美味しいよな。ちょっとちょっと、完璧なおこげができてるじゃないですか。パーフェクトおこげ。じゃあおこげのとこね、いっちゃいます。わー、めちゃくちゃニンニクがっつり系なカップ麺が登場したので紹介していこうと思います。あ、それがこちら、おうち千里眼混ぜそば、ニンニク三昧、味濃いめ。はい、というわけで皆様、千里眼ご存知でしょうか。千里眼といえばね、二郎系インスパイアの代表格と言ってもいいぐらいね、有名なお店なんですけど、その千里眼からおうち千里眼混ぜそばということで、千里眼のね、混ぜそばがおうちでいただけますよといったカップ麺になってます。こちらね、完成です。おいしそう。ではいただきます。うんうん、うん、ジャンクー。かなりギルティーな味がします。うまい。このストレートにカロリーを感じる味、最高だよね。今日はですね、見てわかる通りびっくりドンキーに来ています。今回ですね、なんと期間限定で、ちょっと右の方見てくださいよ、ガーリックの文字見えませんか。そうなんです、今回夏限定でガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュというメニューが登場しました。ちなみに今回はこの味噌菌カップ麺と、さらにこちら味噌菌飯ということで、カップ飯もね、発売されてるんですが、味噌菌の方には蓋の上にね、この味噌菌特製香味油がついてました。これも後入れなので、お湯イン。ではまず味噌菌の方に、特製香味油を入れていきましょう。序盤に、これはちなみに結構色が赤いんですけど、全然ね、辛くはないみたいです。ではしっかり混ぜていきまーす。うまそう。下の方からしっかり混ぜていきまーす。そこまでがっつりニンニクが効いてるってわけではないんですけど、この白味噌をね、優しいスープにいい感じにニンニクがアクセントになってて、いいね、これは美味しいわ。冷凍食品で究極のガーリックライス見つけちゃいました。あ、それがこちら、ガーリックライス。
はい、というわけでなんとこちらガーリックの三段活用ということで、もうね商品名からしてニンニク効きまくってるの分かりやすいですよね。なんたってガーリックガーリックガーリックライスですから。すごいねこのニンニクゴロッと感、そして匂いがマジでやばい。動画から伝わらないのが悲しいぐらいだ。じゃあいただきます。うん、うん、はっ、どうなんだこれ。このね、ニンニクがもうね、ホクホク通り過ぎて、トロトロで口の中で溶けちゃった。これすごいな。北千住にある大人気のお惣菜屋さんの紹介になります。そのお店というのが惣菜風間。こちらの風間さんはメディアでもたびたび紹介されていて、他のお惣菜屋さんとは比べ物にならないくらい激安すぎるお店ということで有名なんです。まずは店頭に並んでるお弁当、これ1個290円ですよ。むちゃくちゃ安くないですか。単品のお惣菜も見てください、左上野菜コロッケ1個30円ですよ、30円。他にもアジフライとかイカフライもね1枚60円。安いとは聞いてましたけど、実際目の当たりにすると目ん玉飛び出る安さですね。焼き鳥に至っては1本60円で、タレがネギマ、レバー、つくね、皮、桃、そして塩が桃とニンニク、こちらニンニクがねあるんですよ。分かってますよね。どうもこんにちは、ゆみチャンネルのゆみです。今日はセブンイレブンさんのお味噌汁を飲んでいきたいと思います。すごい湯気ですね。すごいネギが入っています。どうもゆみチャンネルです。今日はねレモンサワーを飲んでいきたいと思います。レモンサワーって言ってるけど、これ水で割ってるんでレモン水なんです。飲みやすいから酔っちゃうな。ゆみチャンネル回せば意味を変えて、ここにも一人だけ飲み込むやつなんかに絶対なりたくね。超新技オーカーテンフラットアウトジャンキーファッキン難病ホーレンが今日巻き戻せティーチャー。右の上脈ファッキンクレイゼー、左は待っといて抜けた流れ